バシーリー・ミハーイ・ロビチ・ゴロブニーン、1776年4月19日から1831年7月11日は、ロシア帝国の海軍軍人、探検家、学者。ゴロブニー、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 あるいはワシーリー・ゴロウニー、ゴロウニー、ゴロウニーなど、表記揺れが激しい。最も一般的なゴロウニは、ゴロブニの部の点が落し、 ご老人と表記されたことによる。1807年から1809年にかけ、ディアナ号で世界一集公会に出て、クリル諸島の測量を行う。1811年、軍により、千島列島の測量を命じられ、自らが艦長を務めるディアナ号でトルフ島、クナシリ島を訪れる。しかし、クナシリ島にて、幕府役人超駅なさせ財門に捕獲され、箱館で遊兵される。 ゴロブニーンは遊兵中に、マミア・リンゾに会見し、村上帝介や上原熊次郎にロシア語を教えたりも、した。1813年、ディアナ号副艦長、ピョートル・リコルドの尽力により、ロシア側が捉えた、高田や貨幣らの日本人を解放するのと引き換えに、ゴロブニーンは解放された。帰国後の1816年に、 日本での遊兵生活を日本優秀記という本にまとめ、この本は欧州広範囲で読まれた。1825年には日本でもオランダ本から訳された創薬日本記が出版された。同書はニコライ・カサート金が日本への政教伝道を決意するきっかけとなったことでも知られる。 1817年から1819年にかけて、カムチャツカ号で再度世界一集航会に出た。1823年、海軍主計総監に任命され、海軍中将に就任。ロシア発の蒸気船を含む200以上の船舶を作った。またフェルディナント・フォン・ウランゲルをはじめとする、数々のロシア人探検家たちの良き指導者でもあった。1831年、 これらで死去、55歳没、ありがとうございます。